大阪空港でアルゼンチンアリがたくさん見つかりました。このアリは南アメリカのアリで、体の長さは2.5ミ、mm、リメートルぐらいです。毒はありませんが、子供がとてもたくさん増えるため、昔から日本にいるアリがいなくなる心配があります。国によると、 日本では1993年に広島県で初めてアルゼンチンアリが見つかりました。今までに12の都道府県で見つかっています。外国のアリが空港でたくさん見つかったのは初めてです。専門家は空港のコンピューターなどにアリが入って、 飛行機が安全に飛ぶための機械に問題が出る心配があります。急いでアリがいなくなるようにしなければなりませんと言っています。今日、国家たに、你有一些新品種作るために、新聞を作るために、新聞を作るために、新聞を作るために、新るために、新聞を作るために、新聞を作るたを作るために、新聞ををるるるるを 大阪空港でアルゼンチンアリがたくさん見つかる。大阪空港の会社などによると、大阪空港でアルゼンチンアリがたくさん見つかりました。 このアリは南アメリカのアリで体の長さは2.5ミ、mm、リメートルぐらいです毒はありませんが子どもがとてもたくさん増えるため昔から日本にいるアリがいなくなる心配があります

広島県で初めてアルゼンチンアリが見つかりました。今までに12の都道府県で見つかっています。根据国家所国日本喺1 9 9 3年の国島の国家次国家の国家の国而の家の国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 家の足跡の 外国のアリが空港でたくさん見つかったのは初めてです。専門家は、空港のコンピューターなどにアリが入って、飛行機が安全に飛ぶための機械に問題が出る心配があります。 專家咧就擔心咧，螞蟻有可能咧會喺機場入邊咧就轉入啲電腦嗰度，造成飛機機器嘅故障咧，以至無法飛行嘅。所以咧要快啲咧，趕緊消滅呢啲阿根廷蟻先至可以啦。咁樣講嘅係專家。 系咁咧，以上就我哋今日咧睇關於呢個阿根廷蟻嘅新聞啦。咁、嗯、啊，唔知大家覺得點樣咧？喺入邊咧，可能學到好多嘅單字咧，咁大家可以再重複睇下啦。然後咧，呢、这、一個嘅文化方面咧，我估大家睇咗大概三十幾篇嘅新聞。如果大家一開頭又～ D1 開始同我睇咧，今日睇咗三十幾篇新聞咧，就可以發覺啦啊，其實嚟嚟去去咧都係嗰一啲文法噶喎、哦，唔知大家有冇留意咧？咁啊，如果大家有興趣或者仲未發現嘅朋友咧，今日記得繼續睇落去啦，我哋再睇多十篇。 二十幾篇，睇下我可以堅持幾耐。咁 <laughs> 咧就睇下咧，究竟咧日本嘅新聞係點樣寫，從中咧學下佢哋嘅文法嘅。咁啊，如果你中意我呢類嘅分享咧，記得幫我訂閱讚好同埋分享出去啦。咁我哋禮拜五再見啦，咋乜得呢，拜拜。嗯